15年くらいになるんですよね。でユニクロの社長柳井さんが当時その食料品をやったということで、私と永田農法の永田正吉さんが一生懸命ユニクロに通ってそのやった記憶があります。で柳井さんがそのイベントをそのファーストリティングでやりたいということで最初に呼んだのがエリック・クラプトンの全国ツアーなんですね、15年前で。自分は何も分からない、エリック・クラプトンってなんだっていう感じですね。でもこれからエリック・クラプトンの時代ですから呼んでください。若者のそのファッションというのは、まあ、クラプトンから始まりますよっていう話を当時してましたけども、あんた本音好きだったらパーティーに呼んであげたと思うのって言われて、もう本当にねがっかりしましたけど、あの時サインなんかしてもらったね。今はね宝物のことになってるんですから。で東京のホテルで、その、まあ、立ち上げ式やった時に福島から行って、クラプトンの曲をやりましたまあ本当に思い出、今十何年前になりますけども。で私始まったのはこの Tears in Heaven っていうクラプトンの曲を聴いて非常に感動して始まりました。その曲を聴きます。
は麻薬ですね、麻薬に明け暮れて、まあ、ビートルズなんかと一緒にやってて、ビートルズのジョージ・ハリスンの奥さんに恋をして、奪いを取って、ハリスンの奥さんのことを一応、アラブのアラブのエジプトの女神のレイラという名前にかっこつけて、レイラという曲を作ったんですね。まあ、そういうぐらいクラプトンの波乱万丈、今やっと子供ができて、普通の家庭を持って、まあ、おじさんになったわけでありますが、まあ、人生、まあ、いろいろありまして、お金があるときはみんな寄ってくるんだけども、お金がなくなるとみんな去っていくという歌を、本当にいい曲だと思うんですけど、まあ、人生模様を歌った曲もあります。それこそ100万長者になった時には、みんなに、お酒、ワイン、ね、シャンペンをプレゼントして、どんどん寄ってくる。でも一文なしになるとみんな去っていっちゃうと。だけど頑張ってまた復活するとまた寄ってくると。これが人生だよっていう歌を歌ってしまうと思います。Thank you.
それでは早苗のレイラさんに、捧げたいと思います。レイラをいきます。
よね、この柔らかく返しが。でね、外見なんですよ。非常にあの難しい。でこのアルバータって曲はなんとなくこうウクレレが合う曲なんですよね。まあ、それで、ちょっと神様のウクレレをやってまいります。それでも満員にして、
その満員のお客を総立ちさせて歌うくらいのパワーとオーラがあるんですが、まさかやはりその放送して50年って言ってましたけど、50年も大自然でやっぱりやる歌手っていうのは違うんだと思って、私とポール君もいたらしいんですけども、ポール君と反応してきました。そしたら、NHK で井上陽水と安全地帯のあのソングっていう歌番組なんですけれども、そのソングで特集を組んで、この間先週か何日か前に1時間で安全地帯と井上陽水の特集をやって、その中で安全地帯と井上陽水が交互に歌うんですけれども、井上陽水さんが歌っているのは今ツアーで回ってるメンバーで、その子たちでやってるんですね。それでもやっぱり一番最後に夏物のハーモニーっていう曲があるんですけど、やっぱり圧巻でしたね。最近ここ1週間2週間は陽水漬けになってきました。郡山も行くんですか？あ、すいません、私は行きません。目指せ行くそうです。私は行きます。じゃあ、ローキングスっていうちょっと一人でやってる曲がありますかね。
のハイウェイライブね、これもクラフトマー一人でやってたんですけど、最近エレキでやってるんですよ。よいしょ、武道館でクラフトマンをやったんですけど、本当に私なんかもう本当に乗っちゃってて、隣の人に怒られるぐらい見ろみたいな、うちの息子にうるせえと怒られて、あ、これじゃねえんだ、これすげえ。それでは最後に聞いてた配信を、やらさせていただきます。これ、やらないのはね、今日はね、
皆さん、タイサン水道って知ってますか？今、福島でレースカーをスカイパークで、やってます。で、全国今やってますけども、そこの社長さんが今日はわざわざ応援に来ていただきました。ありがとうございます。たまに見た方が大好きなんですね。では、井上陽水のリバーサイドプロ行きます。